めっちゃ可愛いですね今。リラックマですよ。知ってますか？うん。めっちゃ可愛い。それよりもいい匂いすぎて。はい。やっぱいい匂いですよね。めっちゃいい匂い。めっちゃ美味しいです。最後の1個でした。もうそれはないや。うまっ。炊き込みご飯じゃなかった。んやこれは。んただのご飯ですよねこれ。多分ただのご飯じゃない。あれお肉のタレがちょっと染みたい。んこの具材ない炊き込みご飯悲しくない。うん、はい。うん、炊き込みご飯の方もあったんです。こちらしみさん、今日のお弁当めっちゃ美味しいです。当たり。いいや。ちなみにいいや。あ、うん、ちなみに阿部君とどっちが美味しい。卵、卵焼き美味しい。お弁当初めて。連続の公演とか久々やったからめっちゃしんど、あの体が疲れました。昨日の公演でめっちゃ体筋肉痛なんですよ全部。めっちゃもう太ももが筋肉痛やばくて、あとね、うん、左側のお尻がめっちゃ痛くて、ちょっともう倒れるかと思いました。まあ皆さんのめっちゃ大きい手拍子で頑張れました。ありがとうございます。生姜焼きってやっぱ美味しいですよね。うん、最近公演で私の推しやった人が違う人の生誕って生きてることが多くてもう悲しいです。もう面白いですよね。すごいなんか浮気現場を堂々と見てる気分。でもその人からしたら浮気じゃなくても元カノなんですよね私が。全然生誕ティーだけじゃなくてうちわをめっちゃあのそうですね
後輩と、まあほぼ全員後輩なんですけど、ちっちゃい子って出た時に珍しく2つ持ってる人がいたりして、あ、その子のことも好きやったんやってなりますね。でもいいですね。2年 B をずっと好きでいてくれるってことですね。シワシワ。今日もお家に来ました、うん、あ、食べてました。うん、ほんと、もう全部食べました。みんな抹茶、赤ちょっといいですか。抹茶しかないよ。これ抹茶じゃないですよ。ん、何、なんか美味しかったんで、これが一番美味しかったんで持ってきました。あ、でもこれ食べてないです。いいことごめん。なんかケンタッキー来たやって。え、おっとといから3日連続来ないか来てるんですよ。おっとといって何かありました。え、おっとといって何日ですか。あれやん、18日ですか。うん、来てたやん。私公園でした。あ、一緒にいてましたか。ほんとだ。うん、まあこの人の頭の中にはかりんちゃんのことしかないんですよ。いや、私も一応もっと推しメンやの。ひどくないですか。カーディガンってそんぐらい着ません。まあ確かに。レッサン、これ新しい靴ですか。そう、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ高かった。これのせいでイラお金ないね。え、何本だったんですか。え、600円。あ、この靴は安っ。この靴はマジめっちゃ高い。うん、可愛いですね。うん、可愛いよな。そんな履くんですね、うん、レイさんって。え、どういうこと。なんかめっちゃラブラブっていうか、確かにラブリーやな。ラブリー、そんな履くんですね。うん、マジでインスタでたまにさ流れてくるやんか、はいはいはい、服とか。その時に、ね、そう見た時にもうめっちゃ可愛くて。やばいですね。めっちゃ見て。あ、食べた、何食べた。だから隠してたんですか、食べるところは。これじゃなかったです。あ、串カツ食べました。うん、美味しかったもんな。はい、で、今食べよう思ったらなかったです、うん、うん、食べてなかったん。いや、食べたんですけど、うん、めっちゃ持ってて2個目を食べようと思ったら、はい、したらなくて。うん、いや、もうこれ最後の1個やった。あ、レイさんやったんですね。うん、そうです、そうです、違います。うん、お弁当自体がもうなかったの。そうです、そうです。うん、悲しいなって。待ってやん、抹茶なんですかね。抹茶の味しないですよ。え、ベアも抹茶にやってですよ。え、じゃあ、ベアで1個ちょうだい。なくなりました。もうどんなん。できましょうか。いや、ほんとよ、できますよ。ん、んな、あれも、うん、美味しいんですね。いや、エルモのモノマネめっちゃ得意なんですよ。聞いてもらっていいですか。 BGM として聞くわ。エルモだよ、エルモのゴーゴースケートライダー。なんちゃ、もうなんちゃらスケートボーダーのとこだ、言ってたかも。エルモだよ、エルモのゴーゴースケートライダー。うんちないわ。
ほんまに、ほんまにあのエルモとエルモとなら付き合いたい。怒られんで。何の方にですか？エルモのこと好きな人に。あ、ごめんなさい。エルモ。エルモって男の人なんですか？分からん。え？知らん。エルモの今日はエルモの誕生日ってツイートしましたもんね。出ました。うん、エルモ誕生日なんやなと思いながら。そうやで。いいな、ほんまにめったに泣かへん、めったに泣かへんよな。はい。未来はよく泣くけど、今日も泣いてたし。今日もリハで。いや、めったに泣かへんけど、はい、エルモとあのエルモが神対応してくれたら泣く。ん？エルモが神対応したら泣くんですか？うん。してもらったことないやろ、エルモに神対応。はい、だからエルモに無視されたらそれも泣いちゃう。まあ悲しすぎてですか？うん、うん、辛くなる。まあわかります、その気持ち。え、トマトは大丈夫なんですね。トマトは隠さずにいけるんですね。でもお肉はでかいから。ああ、やっぱ大きな口はアイドルとして開けない。あ、そう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 。トマト食べないですか？いる？あ、ちょっと食べたいです。オッケー。やっぱ姉さんのね、関節キスですから。うん、ありがとうございます。にゃん。あ、リースにプレゼントあるんですよ。え、持ってきたん今日？いや、忘れました。んや。にゃん、メイクさんにもらいました。私の推しです。誰ですか？相澤先生と。あ、待ってください、合ってます。フォークス。何言うんですか？え、あれですよね、カインさんじゃなくてレイさん、ヒロアカ好きなんですよね、うん、ヒロアカのレッちゃんが好きなんですよね、レンキ君みたいな。カッちゃんよ。え、違いますよ、レイ様ですよ。ほんだ、この二人が推し。え、レンキ君はあれやろ、レンキ君も小島の推しやで。え、なんかレンキ君のエコバッグがガチャガチャで出たんですよ、うん、でカインさんに見せたら、これあレイさん好きやでって言ってくださって。ん、じゃあこれの、これじゃないの、なんていう名前ですか？フォークス。フォークスじゃなかったです。電気くん推しじゃない。あれ、フォークスと相澤先生だけいいだ。じゃあ嘘ついてました。電気くんす、電気くんいい人やけど、うん、え、いらないですか？じゃあ、え、うん。いや、あの外で持って歩くの恥ずかしい。じゃあ未来のメイクポーチにします。うん、メイク、え、どういうこと、メイクポーチの。いや、未来あの袋にもできるんですよ。メイクエコバッグってこと？え、なんかめっちゃちっちゃいエコバッグみたいな。え、ちょっと見てみようかな。あ、じゃあいつか持ってきます。うんうん、いつかお願いする。26日ぐらいに。でもどうですか、2日間未来と一緒にいて。でも最悪。だって未来昨日はなんかめっちゃ元気やったけど、今日なんか静かやったもん。いや、今日はちょっとリハで、うん、あ、いいんですか、ありがとうございます。今日はリハでちょっと失敗してしまったので、うん、なんか気分が上がらなかったですね。未来めっちゃおもろい。これ美味しいですね。美味しいやろ、はい、これが一番美味しかったです。やろ、今あの緑とピンク食べたんですよ、うんうん、え、これが一番美味しいです。やろ、うん、レイさんがティッシュ持ってきてくださって泣いてて、みなが優しいなと思いながら、みんなが本気でみなちゃん大丈夫やねって言ってるのがいい笑顔で。ティッシュありがとうございます。嬉しかったですね、うん、まあよかった。え、うん、美味しかったって言いました。うん、まあ、よかったって。ああ、嬉しいですね。で、未来、はい、小島かイーダあの二人が溺れてたらどっちだっけ。カリンさんですね。悩めよ、悩め、頑張ってください、レイさん、生きてください。エルモに助けてもらって、エルモに助けてもらったら嬉しいでしょ。だからエルモ待ち、エルモだって水入ったらピーが。レイさん、そんな現実的なことを考えないでください。ピーがびちょびちょになっちゃう、死えますよね。だから逆にあのピーがびちょびちょになって重くて死ぬんじゃ。そうやろ。ですよ、それイーダが助けなあかんくなる。
逆にですか。助けるけど。ああ、じゃあ頑張ってください。共、うん、に。頑張るわ。一緒に溺れようかな。泳げますか。金槌ですか。泳げんで。え、泳げるんですか。いや、6年間水泳行ってたから。あ、そうなんですね。でも25メートルしか泳げへん。もうちょっと頑張ってもらっていいですか。6年間頑張って行ってたけど。だんだん、わだんだん、もつれて、たるのごとさ、たるのごとさ、たるのみや、いるもろか。もろか。じゃあこのビターがいいですね。こっちずつしたらわかんないんで。なんで？らしい。いっぱいいろいろ。近すぎた。何を見てるの？見落としたらあかんやべ。ショールームしてんの？してない。YouTube？ うん、YouTube チャンネルです。今日ゲーム実況です。今日はスプラトゥーンをやっていきたいと思います。じゃあ未来、みんなのコントローラーに合わせて動いて。私スプラトゥーンやったことないんですけど。面白これもういじられたこれは、うん、昨日言ってたからケンタッキー来たって来てた。どうもケンタッキーです。3日連続同じ服です。で今言おうとしたけど言いやがったこいつ。カーディガンは来ますで、ね、しかも未来、まあまあ、外に寝てないんで。確かにそれは寝てない。ここ外やから。ここ地下じゃないですか。同じやろ。まあまあ、うん、なるほど。全然この恋を違う、ダンじゃない、ディエンやから。ディエン、そうなん、ディエンやからって歌ったん。で、はい、ディエン、ディエンってディエン、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 ゴリラ姉さんやって。いただきます。私以外に誰がいるんですか。ゆくちゃんのことそれほどと思ってました。私やね。知らんかった。知らんかった。ゴリラといえば私やね。未来知らんかった。うん。びっくり。びっくりやわ。M やのに。うん、知らなかった。かわいそう。悲しい。うん。傷つく。動きやし。モルカやと思って。っモルカはしおりさん。しおりさんイコールモルカみたいなとこある。あ、夢見てたんかな。多分。そっか。すいません。あ、15分なった。だいぶ前に乗ってたわ。じゃあ読むで。はい頑張ってください。いや頑張る。13位オカピーさん、ありがとうございます。ピー出ましたね。あと12個頑張ってください。12位タカちゃん、ありがとうございます。11位しげやんさん、ありがとうございます。10位梅海さん、ありがとうございます。9位つわかわいすぎてさん、ちょっとこれ読んでみて。あのつる、あの気持ち褒めて。つるかわいすぎて、ありがとうございます。8位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。あの気持ち込めて読んでみて。トップティーのおしょうさん、トップティーの面白い。どういうイメージ。7位ニックさん、ありがとうございます。ニックさん、うんうん。6位大きな M さん、ありがとうございます。大きな M、 大きな M さん、どん全員一緒やん。なんか買いますじゃん、うん。6位萌えさん、ありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさん、ほら野原しんのすけだぞ、合ってる。3位 CS さん、ありがとうございます。誰さん、 CS さん、シークレット S さん。おー、2位56さん、おーめっちゃかわいそう。ゴロウさんですね。違う、なんか読み方あるけどいいだろ、一生覚えられへんから56でいいよって言ってくれた。優しい。そうだね。1位ライフさん、ありがとうございます。さあ行こうライフスーパーに。おーありがとうございます。もうカメラを開いてみて。カメラ私が映るから、ちょっと待ってね。あ、未来の撮られてるとこが。
もう言いました順位。あ、言った順位。だって。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうございました皆さん、チーム M でお送りしました。以上ゴリラ姉さんでした。うまい。ゴリラ姉さんとかりんさん、大好きみらこと、かわいいれいちゃんでした。わあ、未来、あ、未来最近できたあれあるやん、あの一発ギャグ。わかりました、一発ギャグします。